大谷に移籍してほしいチーム。ヤンキースかな。ドジャースでええやん。どこやろな、リングトリークのはなるのはリーグで。ヤンカスは寒そうでいいわ。アストロズ行きゃええねんかね。そもそも最高のプレイヤー2人抱えてて、エンゼルスがなんとかせないかんのよな。ほんと宝の持ち腐れ。エンゼルス以外だとどこが好きなように二刀流やらせてくれるんだ。金出してくれて、条件いいチームが一番だろ。エプラ空いてるメッツはやらせてくれるやろ。東海岸でスターになることが、スターの条件や。ヤンキースは PO 行けてもワールドシリーズはいけなさそうやし。相手のナショナルズ、二刀流って極端な話。大谷以上の投手か大谷以上の打者が満タンにいたらやれないよな。ナーリグのワールドシリーズでトラウトと再対戦みたい。今年も大谷が普通の成績でシーズン過ごしたら、大谷サイドが大谷に有利な条件のチームを選ぶ側で、大谷が欲しいなら方針を変えざるを得ないのはチームサイドの方だろ。でもかつてのイチローも今の大谷もしょうもないチームに所属してるからこそ好き放題できるってのはあるかもしれん。強いチームだったらいろいろあって今みたいに好きにはできなさそう。あんまり強いとこに行くとちょっとした不調で干される可能性あるから今のままで良い。1タティス、2ソト、3オオタニ、4マチャド、5ボガード、6ジェイク、7キム、8トレント、9ノラ、 B ダルビッシュ、アーパドレスか、 A かもな、ぬくくて何しでもドジャースおるしな。価値が上がりすぎてもうて逆に手出せる球団狭めてしまってるのが複雑やな。大谷は金より価値やけど周りが許さんからな。